ツッコミレシーブというものをご紹介していきたいと思います。ツッコミレシーブを行うことでさらに前範囲のボールをレシーブすることができるようになります。ツッコミレシーブはボールの下を触って掘るようにバックスピンをかけるイメージでレシーブするといいです。りょうすけバレーボール TV。 こんにちは、りょうすけです。今回なんですけれども、守備範囲を広げる足元のディグの仕方についてご紹介していきたいと思います。今回もゲストに K さん来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 K です。何度も出ていただいてるんですけれども、現役の中学校のコーチで実際にプレーも現役でしている方です。はい、では実際に足元のレシーブしていきたいと思うんですけれども、本来でしたらね、体の正面とかあとは横とかですね、まあ取る場合多いと思うんですけれども、実際の試合であれば足元あたりにボールが来る場合あると思うんですけれども、その時のレシーブの仕方ですね、今回はツッコミレシーブというものをご紹介していきたいと思います。足元のボールをレシーブすることをツッコミレシーブと言います。まずは実際にツッコミレシーブをやってみたいと思います。はい、ということで実際にツッコミレシーブやっていただいたんですけれども、まずツッコミレシーブをする際は膝にサポーターをつけて行うことをお勧めします。中学生の方、高校生の方、サポーターつけている方多いと思うんですけれども、ツッコミレシーブは膝をついて、さらに前方向にレシーブしていくやり方ですので、膝にサポーターをつけることによって、膝をぶつける予防になりますので、サポーターをつけることをお勧めします。もちろん、つけなくてもできるんですけれども、膝の衝撃を和らげるために、サポーターをつけてやってみてください。ではツッコミレシーブのメリットなんですけれども、本来であればある程度前のボールでも足を一歩出してレシーブすることが多いと思うんですけれども、さらに前のボールですね、この時のレシーブというのは一歩前に足を出すだけでは拾いきれないこともあると思います。ですがツッコミレシーブを行うことでさらに前範囲のボールをレシーブすることができるようになります。はい、ということでポイント一つ一つ分けてご紹介していきたいと思います。まずポイント一つ目が、前方向にボールが来ると分かった瞬間に前方向に体重移動をし始めるということです。ツッコミレシーブは基本的に強打のスパイクをレシーブすることが多いんですけれども、その強打スパイクに一瞬で反応するためにはレシーバーが前方向にボールが来ると分かった瞬間に一気に体を前のめりに倒してレシーブしていきます。それでは次、2つ目のポイントなんですけれども、ボールの下に潜り込むようにレシーブをしに行くということです。普段行っているレシーブはこの辺りのボールを拾うと思うんですけれども、突っ込みレシーブに関してはこの辺りのボールを突っ込んでレシーブしに行きますので、姿勢が高いところで突っ込んでもなかなか上がりません。ですのでなるべくボールの下に体を潜り込ませるようにレシーブをしに行きます。3つ目のポイントは、ボールを掘るように面をすくうことです。普段の強打レシーブは面を添えて当てるだけのイメージなんですけど、ツッコミレシーブはボールの下を触って掘るようにバックスピンをかけるイメージでレシーブするといいです。例えるのであればスコップで土を掘るようにしてイメージすると分かりやすいと思います。ここで一つ注意点なんですけれども、ツッコミレシーブは下からすくい上げるように、下から掘るようにレシーブをするってことを言ったんですけれども、この時に腕を振りすぎてしまうと強打スパイクのレシーブですので、さらに力が加わってどこかに飛んでしまうことがあるので、動きに関してはすくうような動きで OK なんですけれども、面を振りすぎてしまってさらに力を加えてしまうと飛んでしまいます。
そこを一つ注意して練習してみてください。続いてはツッコミレシーブの練習方法について話していきたいと思います。ツッコミレシーブは最初から球出しの人が打ってレシーブの人が突っ込んでのように練習をしようとするとなかなか難しいし、レシーバーの方も突っ込んでレシーブをするっていうのがわからないと思いますので、今回ご紹介する順番に沿って練習していただけると上達しやすくなってくると思います。まずワンステップ目が、あらかじめレシーバーが膝をついた状態でレシーブをするポイントに球出しの人がボールを投げる練習です。では一回やってみたいと思います。はい、ということでワンステップ目が、レシーバーは膝をついた状態でセットをしてレシーブをする面のところにボールを投げるという練習でした。この時のレシーバーの体勢として、立ち膝の状態でレシーブをする前のセットをします。このような状態からボールを投げる人がボールを投げて実際にレシーブを返していくような練習になります。この時にレシーブをする方は、ツッコミレシーブの体の潜らせ方、体の動かし方をしっかりと覚えることによってその次のステップにもつながってきます。球出しをする方も次のステップではボールを打つ段階に入ってきますので、ボールの打つポイントをしっかりと覚えてボールを投げる練習をしていきましょう。続いて2ステップ目なんですけれども、先ほどのレシーバーが膝をついた状態でセットをして球出しする人がボールを打ってレシーブさせるという練習です。それではまず実際にやってみたいと思います。ということで2ステップ目の練習やってみたんですけれども、レシーバーのレシーブの動きに関しては先ほどのボールを投げる時と一緒なんですけれども、打ち手がしっかりと強打スパイクのようにレシーブを打って実際のツッコミレシーブの感覚を覚えていくという練習になっていきます。しっかりと打ち手はレシーバーの膝元あたりにボールを打ち込んでツッコミレシーブができるような練習をしていきましょう。そして最後3ステップ目なんですけれども、実際にレシーバーが普段通りの構えをした状態からセットをして、打ち手はツッコミレシーブができるようなレシーバーの足元あたりにボールを打ち込んで練習をするやり方です。では実際にやってみたいと思います。はい、ということで実際にやってみたんですけれども、この練習は実際の試合で起こりやるような練習をしてみてください。最初の方はスパイクを打ち込んでツッコミレシーブをさせる練習をして、それがだんだんとできてきたら普段通り体の横そして正面などに打ち込んでいく中でツッコミレシーブを混ぜるような練習をしてみてください。試合中はレシーバーの正面、そして脇、そしてオーバーなどに加えてレシーバーの膝元にもボールが来ます。いろんな球出しの中に組み合わせて一つツッコミレシーブを混ぜて練習してみてください。
ということで今回は守備範囲を広げるディグの練習方法としてツッコミレシーブをご紹介しました。練習のコツ、そして練習方法をご紹介したんですけれども、ぜひリベロの方に限らずサイドスパイカー、そしてセンタープレイヤーの方もレシーブの守備範囲を上げていくためにもやってみてほしいなと思います。ということで今回はゲストにKさん来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回の動画が良ければチャンネル登録評価よろしくお願いします。他にもツイッターにて、スキル面メンタル面の情報を発信してますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。